適事であったというあのご説明があったわけなんですが、あの当時の武藤顧問が無党副社長ですね、があの当時その事実をお知りになったのはいつの時点でございますでしょうか。これは正確にちょっと時間は私記憶をしておりませんが。あ えー、本店を出て、えー、福島に着くまでの間どこかで、えー、携帯電話で、えー、そういうこと、ね、電源外部電源がなくなっているという状況については報告を受けたと記憶をしておりますであのその時点のことなんですけどもあのオフサイトセンターが非常にこうあの、まあ、今から思えばあの不適切な場所に設置されていたとも思われる、まあ、その距離感から言ってですね あの大変原発に近いところにオフサイトセンターが設置されていたわけですがあのこういう状態になりますとあのそこのオフサイトセンター自体がまあ放射線で厳しい状況になるということが想定できたのではないかというふうふに思うんですがその最初にこの情報を得たときに、えー、武藤さんはそのことにお考えを読みまししたでしょうか外部電源がなくなったという報告を受けましたですけれども。お 外部電源がない状態でも原子炉の安全というのは一定時間は確保できるというのがそもそもの設計でございます。これは直流電源によって駆動される冷却系もございますし外部電源がなくなったということだけで直ちに 露心損傷に至るということではございませんので、えー、その時点でオフサイトセンターが機能しなくなるような放射能が放出されるというふうには思いませんでした。でえー、ただ、えーえー、外部電源がなくなくっ